み、ヤムチャの恨み、天津飯の恨み、ピッコロモということでやっていきましょうか。プルフォスでございます。まあこの疲労もいいお付き合いで最終戦やっていきましょうかね。ということでね、まあ何より、おお、これは今こっちが映ってるのか。ってことはここはマジックミラー、はっ、エロい。てかマジックミラーカーっていうのが平出さんがやってる、マジックミラー GO っていうのがまあ本家らしいですね。まあそんなの構えてる暇があったらさ、もうさっさとね、ロケライパッチ、あ、そっか、ワクチンが人質に取られてるから無理なのか。なるほどな、仕方ないね、ワクチンをね、返しておく。かわいい銃だな、反動が少ないし、弾が小さいから、まああれなんだろうな、殺傷能力は大したことがないけど、まあニコライの格闘技術だったらあれなんだ。でもニコライって実際いくつくらいなんだろうな。はい、モムシコロコロウンチッチ登場でございますね。どう見てもこれクパーね、排泄物にしか見えないけどね、きったね。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。でもこいつ金にしか興味ないけど、生物兵器うんぬんとかってあんまりどうでもいいって思ってるタイプなんじゃないの。それは気のせいかな。そうだよね、まあ、命金の順なんだろうな。己の命までは金に変えられん。アディオース。ニコライ。まあまあまあそんなこと言わずに。ワクチン奪われた。ああやばい、下からカテキン吸い取ってきた。カテキンがにじみ出てきてる。時間がない。ピチョピチョってならないだけマシかな。うん。わかった。まあ、とりあえず一発ぶちかませればいいんだけどね。今度こそ蹴りをつけてやるから。まあ、でかつて見たことないくらいのね、本当スタイルの良さなんだよね、このジルってね。やっぱりこれまでのジルと比べても、まあピカイチでスタイルがいいんじゃないですかね。ということで、カチャ、これを扱えるっていうのが、扱い方が一発で分かってるっていうのがまずもう最強なんだよね、ジル。うわー、これで終わってくれたら楽だったんだけどね、まあ、そうはイカの金玉ってやつですよね。裸足の弦のネタなんだよ、そうはイカのなんちゃらみたいなね。イカで聞いたってさ、もうダブルパンチだよ、ひわいひわい。さて、イゴが、で、ブーン。どうだった？おー、もっと欲しそうね。オッケー、オッケー、よし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 。とりあえず1個、とりあえず1個、とりあえず1個いって。そうなんだよね、これまだこれがインフェルノじゃなくて、なんだっけ今やってるの、今やってる難易度がわからない、その1個、1個手前。ちょっと待って、ほっ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、お、お、危ない危ない危ない。これね、あのね、インフェルノだったらこれ1回でも捕まるともうこれ終わりなんですよ。もう回復をする余裕もなく殺されるから、まだこれマシって思った方がいいよね。よし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 、あ、今の回復やった、こっち使うのもったいなかったな。よし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 、いけ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 、はーえんだ復活が、はーえんだ復活が。あ、後ろにあんな、なんかちょっと可愛らしい小さいお手手があった。小さくはないんだろうけどな。よし、オッケー、オッケーだー。いやー、息が臭い、口臭半端ねー。お、ちゃ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 、避けてくんない。あ、終わった、あはん、終わった。そう、ああいうことになっちゃうんですよ。回復がもう全然する暇もないし、一発食らうともう、うん、ダメっていうね。くっそー、しかもこからやり直しになるんだよな。8めんどくせえ、もう7めんどくせえ通り越した8なんだよな。はい、飛ばします。 OK、 じゃあっていこう。回復薬、おおおお、あんななんか裏剣してくるんだった、知らなかった。さてさて、チュイーン、あっしゃ、よし、飛ばす。じゃあこっち、あいてて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 て
なんかいまいちまだそのスペースを押してのかわし方っていうのがちょっとピンときてないっていうところ、あれこんなところだっけ、あれおかしいな。さあこれがね30分にでも40分にでもなるっていうのはね、あの この戦いがどのくらいの時間かかるかによるっていうところだからね。はい、オープンセサミ、これじゃダメなの倒すのってね、本当にこれ一発バーンってぶちかますだけでもいいと思うんだけどね、こんなんじゃ効かないって、あ効かないってちゃんと言ってんだ、こんなんじゃってさ、それもそれでなんかねえ、どうだった、オッケー、もっと欲しそうね。あ、ちょ、遅かった遅かった遅かった。あ、でも一発かわしただけでも、一発かわしただけでも、あ、ちょ、あ、しまった。メニュー押すボタンが連打しすぎたせいで、くっそ。メニュー欄を開いて閉じてって、結んで開いて閉じてって、バカだり、くっそ。もう一回やります。4度目の正直でございますね。少々お待ちくださいませ。とりあえず一撃スピード一発、こんなのじゃ効かないこんなんじゃ効かないって、じゃあレールガン構えながら言うなってね。さあ発射、ジュン、オッケー、おやすみなさい。さあ、どうだった、今のもっと欲しそうね。おう、これが当たってるのか当たってるのか、あいててててて、おおほっ、ちょっとこれはまずい、これはまずい、これとこれと、よし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 、ほっほっ、あちょ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 、そうそう、あちょちょ、何してんの何してんの、わあもうこういうのが良くないよ、こういうのが良くないよ、ほら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 復活してきてるんだもんね、ちょっとまずいまずいまずい、すぎ、ペンテ頑張って、よしよしよし、いった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 、ほっ、よし、ほっ、オッケー、ほっ、オッケー、そう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 、ほっ、ててててててて、ほっ、あ、食らってる、食らってるけどこれで、ほっ、オッケー、違う、何してんの何してんの、なんでそんな敵の中核に入っていくの、オッケー、倒れた。あ、倒れてないね、倒れてないね、ほっ、よし、ててあれなんで、ちょっとおかしいね、オッケー、さあ倒れてる、倒れてる間にホールド、消臭剤をぶちかましてやろうじゃないか、オッケー、あとタンクは一つだ、あー癒しのバイトアップ、ほっ、グオーって言ってる間に、ちょっと待って、それはなんか聞いたこと長い、聞いたこと、ああさすがにそれはちょっと許すまじっていう、おー、なるほどな、正々堂々とちゃんと手順を踏んで倒しなさいよって、これ多分か歴代のボスの中でもなかなか強い方だと思うんだよね、どっかの方のサドラーさんとかさ、ちゃんと RE 編になったら強くなってくれるのかね、どうなんだろうな、くそー、しまったわーマジで、もうおら、あてて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 、あ、ちょ、そうなったら無理だってば、もうムカつくしね、この野郎、死んだのは俺だけどな、くっそー、ちょっと待って、今録画時間何分、大丈夫、本当に大丈夫、ちょ、なんかああいうハメ技に当たってさ、こう再起不能になるっていうのが、とりあえず一発目なんとかしなかったらもう終わりっていうのがきついよね、さすがだよね、ナイトメアだったっけなこれがね、くっそー、いやでも負けない、逃げない、とりあえず一回勝っちゃ私の勝ちなんだからさね、どうだった、今のもっと欲しそうね、あ、でよいしょ、あ、いてててててて、
し、オッケー倒れた。その間に回復をしておいて、ホールド消臭剤。いやー、なんとか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 。オッケー。で、こっちよりもあっちの奥を先に、まあ、やっておきたいところだったんだけど、集めてなんとかな。倒れてくれてたら、あまあ、これ終わったわ。終わったわ。終わったわ。こうなってくると、なんかこう、倒すゲームというよりは、なんかただの流れ作業になっちゃうんだもんね。なんか皆さんどうしたらいいですかね、これね。あ、でもイライラしてないです。うん。イライラしてない。ムカついてるだけ。一生も。さあやっていこうか。くそ。あ、カテキンで沈んでるあれが見えてんじゃん、ちゃんと。全然マジックミラー号じゃなかったね。あんな感じ、沈んでくれてたらよかったのにさ。ほんと、何復活してくれちゃってんのっていうね。あー復活ちゃんちゃんのフリキントンで美味しいおせちを食べたいな、食べてきた、大丈夫と、もう10日前におせち食べたから、まあ、おせちもどきっておかんは言い張るんだけどね。まあでも数の子とかさ、フリキントンとかさ、かまぼことかだて巻きがあったらもうそれはおせちじゃねって思うけど、皆さんのお家では どうです。あー、いい、もういい、もういい。これがいまいちその犬とかに当たって、あいてて、あーくそ、こう立ち上がれって、逃げろっちゅうねん。もうこれ何もできなくなるっていうのがさ、ちょっとそれ良くないと思うんすよね。どう思いますね。どうしよっかな。もうてかこれしかやってないんだよな。ちょっと次で決着つかなかったら、いや、あと3回粘る。あと3回粘って、ダメだったら、ちょっと次回パートまで。あ、ちちち、危ない、危ない、危ない。引き伸ばすわ。うん。これ大丈夫？これ大丈夫？床丼してきてない？オッケー。じゃあ、とりあえず、チャキーンと。ここまではセットなんだよね。さあ、最初の一発目の攻撃はね、これどうなるか。あ、これ OK。もっと欲しそうね。まあ、もっと欲しそうなのは間違いないんだけど、あ、ちょ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 、ほっ、オッケー、ほっ、避け方は違うけど、まあなんとかなったなったかな。ちょちょちょっと待って、はっ、ごめん、マジの舌打ちが出ちゃったね今ね。ごめんね。あのね、マウスが急に効かなくなった。そりゃ無理だわ。ああ、銃構えてんのにさ、撃ってくんなかったら無理だもん。これができなかったの今。今めっちゃやんじゃん。やれよ。やってくれよ。頼むよ。ああ、悔しいな。こういうのさ、なんか、なんて言ったらいいんだろう。小島店員さんとかさ、こういう状態になってもさ、すごいキラ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 って笑いながらさ、強っ、むずい、マジでとかってさ、すごい楽しそうに やるじゃないですか。ああいうその、なんかこう、穏やかなメンタリティーを持ってるのすごいなって思うんだよね。どうだった？今のもっと欲しそうね。ちょっとしっかり狙っていったらいいんだな。オッケー、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 オッケーなんだけど、おい、くる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 。これでもしかして今ちょっとダメージ食らってるかな。それは良くないよね。よいしょ。あ、つかまる、あ、あれはなんだ、じゃあ食らってはないかな。で、うおーって起き上がってくるから、よし、オッケー、よし、よし、しっかり狙って、しっかり狙って、あー当たっちゃったな。あー、ちょっと、あー、これまずい。あー、終わったわー。あー、その撃ってる時に攻撃されるのがマジで腹立つな。ちょっとコンパート一旦ラスト、うん、一旦ラストにしましょう。これダメだったらもうちょっと一旦切る。もうただただぶちのめされてイライラするだけのパートになっちゃってる。本当に申し訳ない、本当申し訳ない。いやー、こうなるとは思ってなかったな。ちょっと予想外です。まあでも初めてあのインフェルノやった時もこんな感じだった。もう多分ね、これ30回くらい死んでたんじゃないかな。そんな記憶なんだよ。どうだった？もっと欲しそうね。オッケー、もっと欲しがりなさい。オッケー。さ
最初はこれいいんだよな。あれこれ倒れてる、ちゃんと大丈夫だよ。またさっき見て握りつぶされるみたいな恐ろしいオチ ならないよね。大丈夫だよ。グググググ戻ろう戻ろう戻ろう。せいぜい頑張って。で講習ブワー。あちょっとさ、それえぐくない。今のはひどいわ。あ今のはひどいわ。ちょっと待って、これ2つ食う。オッケー、またおねんねタイムだから、またおねんねタイムにホールド。消臭スプレー追加します。なんとかこれで勘弁してください。来てる。大丈夫。あーなんか燃えたぎってる。ほい、おーおーおーおお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 おオッケーじゃないけど、ちょっと待って、あれ、あらぶるな。オッケー。オッケー。あ、ちょっと待って、あー、てとりあえずスカッと、ほっ、よしオッケー。おー、まさに3度目の正直ってやつですね。ちょっともうデスカウンターいくつ溜まってるか分かんないけど、もうこんだけドローンにまみれてる美女を見ることはないから、最後の最後にお注射よ。オッケー。ここでまた何度もオーダープレイをされたから、最後に逆に加えさせてやるよ。ほら、男から女じゃねえ、女から男に加えさせてやるよ。うる、どうや、おしまいよ。今度こそ原形とどめさせてやんないか。うんよ。オッケー。あ、つけないかな。このフックだ。あ、でもな。無理か。つけないか。あ、でも線はちゃんとワイヤーの部分は透けて見えてる。うん。生成した。ここまでいったらもう形が透けてくれたら嬉しいんだけどね。そうはならなかったね。いやでもこれさ、その爆風で一気に2個3個さ、あの核をぶちのめすことができてるから。これだけで済んでるかもしれないけど、もしこれまで使ってた武器でやってたとしたら、多分もう目も当てられないくらい、もう悲惨、もう日本語が喋れないくらい悲惨なことになってると思う。今やばいよね。あー、火の粉が上から落ちてきた。あーよかった。でこれあれさ、このさ鉄壁のコイン使ってんじゃん。この鉄壁のコインがもしなかったとしたら、やっぱ一撃でも食らったら死ぬとか、そういうあれになってるのかな。ニコラにワクチンを持っていかれるわけにはいかない。この作りがもう RE2 と同じなんだよね。カルロスがやつを止めてくれれば、結構手抜きだよね。 RE3 ってやっぱりストーリーも短ければ、使い回しもしてるもんね。これだってこの構造とか全く RE2 のさネストと一緒じゃん。イケメン美人というよりイケメンって感じ。あれもう銃が構えられない。やつを捕らえられる。いやもうちょっと無理だと思うよ。だってもう何回お亡くなりになってるんですかっていうね。さあじゃあここをするって、でここでねまさかのオチになったらもうあれだけど、多分大丈夫だと。カルロス、なんで寝てるの。こんなところで酒盛りなってするんじゃないわよって。お前のウコンはこいつをやらないぜ。自分が何をしたか分かってんの。私の二日酔い確定じゃないの。なんてことするのよ。俺は雇い主の悪いな。俺は飲ませるのが好きなんだ。酔った女をホテルに連れ込んでしこたまやるんだよ。お前はシラフで一発やってみていいかな。忠告を聞かないからこうなる。なんだかんだ前腕すごいよね、やっぱニコラってね。まあ傭兵なだけあるって感じだね。本当に傭兵なのかな。これのためにこう用意された、なんだろう、スパイっていう役なんじゃなかったっけ。まあここで掴まれてね、まあ、首が死んでるのはわかるけど、そのまま腕を噛むとか足を踏むとかしたらね。あなたにも当たる。さあ果たしてうまく撃つことができるかどうか、ドキドキの時間でございますね。よいしょ、ほい。まあ撃ったのはね、お腹ど真ん中だったんだけど、なぜか首元が撃たれたみたいな感じなんだけど、ね、いやーよかった。なんとか無事
うん、厳しかったけどクリアすることができてよかったっすわ、本当に。あいつどうする？いや、こんなに肩肘張った RE3 は本当久々だね。これロケラン持ってても関係ないもんね、本当にね。世の中何にでも値段がついてる。全然関係ないもんね。世界を燃やすことにもな。ということでね、うん、無事クリアすることができたんでね、ぜひね、もうイライラも含めてよくやったって思っていただけた方はね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンをね、押していただけたら嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。はい、もう本当にあとちょっとで1000人超えるっていうところまで来てるんで、ぜひね、ちょっとでもまあそれくらい明らかにしてみせるわ、稼がしてあげるよっていう本当に聖者の心を持っている方はね、ぜひよろしくお願いします。はい、できなかったら1年後俺がこうなってるわけのわからんところで笑って、多分ミサイルぶち込まれて朽ち果てていくだろう。いやーでもよかったよかった、なんとか無事クリアすることができた。ハーモント綺麗。そのきっかけ傷誰にやられたんですか、ね、大丈夫か。大丈夫よ、返事してやれよ、返事しなさいよ。来たわ。この時のジルって23歳なんだけど声がイケメンすぎるんだよな。やっぱりまあ声優さんがまあ相応の年をの方がやられてるからなんだけどね。さて、まあ、この時もやっぱでもどうせならその RE 編のバリーとか見てみたかったけどな。そうなるとじゃあストーリーがいろいろおかしくなったから RE3 やっぱりいろいろとショートカットしすぎない。だって公園、病院は出てきたけど公園も出てこないしね、病院の地下施設がそのまま研究施設になったっていうのも、うん、ね、ヘリで逃げようとするニコラと戦うみたいな。だからやっぱり RE3 もその分岐によってライブセレクションだっけによってね、いろいろとどう進むかみたいなのが、でエンディングが変わるかみたいなのがいろいろあるけど、そういうのがなかったからね、もうなんか一方通行って感じだもんね、うん、そこがなんかやっぱりいろいろとね。だからレジスタンスに力を注いじゃったっていう分もあるのかもしんないけど、まあ、とはいえねやっぱり、うん、ちょっと求めてた感じとは皆さん違うんじゃないかなと思うんだけどね。あれ、ああ、そっか、それはあれだね、撃たれて、になった代償を私が必ずアンブレラに払わせて、5年後アンブレラ壊滅につながっていくという、ね、誰も私を止めることはできない、めでたしっていう項目で、その後に2003年で2005年だっけ、2005年か6年にスペンサー邸行って、でウェスカーの性奴隷になっちゃって、で俺は黒髪よりも金髪の方が好みだから染めなって言って、あれでまあ夜な夜なうふんはんで、まあそんなものはどうでもいいかということでね、本当に最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。なんか久々にこんなに長い実況動画を撮ることができてるんで、まあまあまあ3連休中にね撮っている動画になるんで、まあちょっと嫁さんとね娘さんが寝た、まあすごいちょっと久々にこんな夜中まで起きてるなっていうことなんですけど、まあ今がねあんま言えない時間なんですけどね。まあ、牛蜜時っていうところですね。はい。で、次回、その、リベレーションズを購入したんで、やろっかなとかって思ってたんだけど、まあ、この時期にリベレーションズやっちゃうと、ちょっとバイオ4、ね、RE4 が3月24日に発売するんで、その、バイオ4で、なんだっけ、あ、そうそう、エキスパートじゃなくて、一番難しいのはプロフェッショナルか。プロフェッショナルをクリアしながら、まあ、バイオ RE4 発売記念に向けて、4の振り返りプレイをやっていきましょうみたいなことをやると、多分、まあ、チャプター的なところでいくと、ギリギリ足りないか、まあ、無理やりその1プレイ1プレイを、1チャプター1チャプターか、長くしていけば収まるかもしれないっていうところなんですが、まあちょっとそうするとすごい中途半端な感じになるかもしれないと思ったんで、一旦ちょっと4のプロフェッショナルをクリアしていくっていうところからやっていこうかなというふうに思っていますんで、ぜひね、また次回動画もお楽しみいただけたらなというふうに思います。で、まあ次回、そのバイオ4撮ったら、プロフェッショナルクリアしたら、例の、無敵レーザーが手に入るんで、まあ無敵レーザーを手に入れて、まあ村人とかね、ボスとかをチク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 いじめていくっていう、まあ一周プレイもまたやっていきたいななんていうふうに思ってるんで、まあそこの、まあ
2周が終わればリベレーションズに移っていくか、まあ、リベレーションズ多分移れて途中くらいで3月24日を迎えることになると思うんで、まあ、そうなったら RE4 をねしこしことやっていこうかなというふうに思ってます。まあいろいろと情報がまた 出回ってて結構ね、うん、面白そうだなっていうのがあって、で若干そのバイオ4と比べるとホラー要素が結構強そうな感じはしてるんで、まあ、もしかしたらね、あの前々回パートとか前々前回パートとかでね、あの急にハンターガンマに襲われてうわーとかさ、あの白玉杏仁豆腐に襲われてグワーとか なっているとかね。あ、デボラだ。ジル・バレンタインの声がデボラになってる。イタリアの人の場合デボラってじゃあそういうことなのかな。イタリアの人だったの、あのバイオシックスに出てきたね、っていう感じかな。だから本当はもうちょっとそのパートとかに余裕があればバイオ4をやった後にじゃあその、10年後じゃない、まあ8年後9年後のレオン、まあレオン未来編はこうなってますっていうのをちょっとエンブレムを全部あの銃で打ちのめしながらバイオ6をやるとかね、バイオ6でそのレオン編だけやるとかそういうのもちょっとやってみたいなとかって思ってたんですけどね。まあいろいろとこう気づけば RE をこうね、セブンビレッジ RE2 で RE3 っていうのをなんかいろいろ繰り返しやってたら知らない間にちょっと年越しちゃったみたいなね。であとまあだいたい60日もない状況の中で結構やっぱバイオ4ってちょっとずつ区切ってったら結構長いパートになったりとかするし、まあのまあ前々からお伝えしている通りちょっとね、まあ今日はすごい夜中で、まあ次の日も休みだから撮ることができてるんですけど、まあ僕普段サラリーマンとして働いてるんで、まあ次の日のこととかも考えると、まあ夜中までちょっと起きてね、あの、こうやって実況撮るとかっていうのは難しいんで、あの、嫁さんとね、娘が起きてる時間帯で実況撮るのは難しいし、まあ一本撮って寝なきゃいけないとかってなってくると、まあ結構ね、やっぱ一本あたりの動画がどうしても短くなっちゃうっていうところが、まあ僕のね、実況動画のちょっとね、まあ、弱点というか欠点というかね、まあ、そこも補って、まあ、ちょっとずつ、まあ、楽しんでくださる方がね、一人でも多くいてくださったらすごく嬉しいかなというふうに思いますね。はい。というわけなんで、まあ、ちょっと、まだまだ、エンディングが流れているところなんですけど、まあ、ここからは4のプロフェッショナルやって、で、最強の武器手に入れて、それを繰り返し、まあ、やっていく、2周目なんか、ちょっとただただ、村人たちをいじめ抜いていくっていうプレイをやっていくというところと、で、まあ、その後に、まあ、6をやるのか、リベレーションズの、キーボード操作初プレイをやるのかっていうところでね、で、アンベイルドエディションだっけっていうのやったことがないから、まあ、大まかな流れとしては多分変わらないと思うんですけど、なんか、新しい、なんか腕ぶん回して爆発して即死攻撃食らわしてくる敵が加わっているっていうのが、なんかあるっていうのを聞いたことがあって、なんかそれがあったら、そいつでやるのがまあ初めてだし、で何よりもリベレーションズをその全くのその初期装備でやっていくときにやっぱりレイチェル・ウーズが怖いよね。レイチェル、あの前をかっぴらいておっぱいブルンブルンの女の子ね、あれがまあたまらなくて怖いっていうのがあるからね、あいつをこううまく切り抜けることができればなんとかなるかなと思います。なんだでね、その難易度問わずで強いボス誰ですかってあげた時にやっぱりノーマンなんだよね。いまだにその何回かこう影分身、影分身ちってあるのかナルト的に言うと分身の術っていうのをやってきた後のね、あれがなかなか難しかったりするからね、こいつって思って避け、3体目避けたと思ったら実は4人目だったんです、本物はみたいな感じでブエって出てくるみたいな、うひゃーってなるからな、擬音語だらけで何言ってんのこいつって思われてるかもしれない。今なんかあのロゴとかがいっぱい出てきたから、あ、終わりかなって思ったらまだ続いたね。ね、ゲームデザイナーズストム・テラニシさん、はい、まあね、ちょっと寒い日々が続いてますからね、皆さんもぜひね、ご体調には気をつけてください。こんなね、夜中のね、牛三つ時になんかね、プレイとかしてたらね、もう手がカッチカチに固まっちゃってきてね、本当に。で、まあ、寒さのせいってわけじゃないけどね、本当に、最後の方でちょっとイラッとしてたじゃないですか、もう、とか、下打ちしちゃってたんだけど、急にマウスも動かなくなったからね、だからマウスもやっぱり、カッチカチになっちゃうっていうね、くらい寒い。しかも僕住んでるところ関西圏だから、
そんなにね、寒いはずないんすよ。その、なんか兵庫の、北の方とかさ、神鍋とかさ、その、京都の南丹市とか、そういうところに住んでるわけじゃないから、宮津とかね、そこら辺に住んでるわけじゃないから、決して雪がめちゃくちゃ降るわけでもないし、まあ適度に降るけどね、適度に降るような場所に住んでるけど、めちゃくちゃ寒いみたいな場所に住んでないんだけど、ねえ、まあそれでもやっぱ寒いっちゃ寒いんでね、まあもし関東圏とか東北圏に住んでる方はね、もう体調気をつけてください。ということで、後ろにサンドバッグがあるのすっげえ気になるんだよな。なんかイライラしたことがあったら、ボコ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 蹴ってるのかもしれない。クリスーって言うのね、クリスって言うのバッカンバッカンって。はい、ということでリザルツでございますね。トータルプレイタイムがなんか右上に出ちゃってるけどね。まあそれはランクそうなるわな。うん。デスの数が半端ねえ。多分ここにたどり着くまでで3回ぐらい死んでんじゃなかったかな。うん。1回ね、食われちゃってるし、で1回、ゾンビじゃなくて、ネメシスのあの第一形態にもやられてるから、で、その後に、じゃあ、何回死んだんだろう、あそこで。13、4回死んでるってことなのかな。うえぇ、やっちまってね、ナイトメアでしたね、ゲームモードはね。はい。ということでね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ちょっとしつこいですがね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。最後にじゃあ、ネメシスの顔を拝んでね、ほんとこいつに苦しめられたからね、こいつじゃないけど、まあ、こいつなんだけど、こいつじゃないんだけど、こいつなんだけど、こいつじゃないんだけど、苦しめられたんでね、まあ、交渉いっぱいありますが、はい。ということでね、本当に動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回の後でお会いできたら嬉しいです。では、バイオ4でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。